の場合は、小さい頃に親がお金のことで激しく口論する姿を見て傷ついたんです。そのことがきっかけでお金に対して嫌なイメージを持ってしまうということが大きな要因の一つでした。皆さんこんにちは、スピーチャーリッチ三輪です。今日もありがとうございます。私事ではあるんですが、実は僕自身が引き寄せの法則や潜在意識という概念に初めて出会ってから、この秋で10年を迎えるということで、最近よく10年前の頃のことを思い出すんですよね。ニューヨークでどん底生活から抜け出せなくて人生に絶望していた当時、ある出会いがきっかけで、起きる現象や現実は全て自分の在り方が作っているということや、潜在意識の情報を書き換えることで行動も変わって、その結果現実を変えることができるという、この人生の真理を学ぶことになったんですね。で、そこから10年経って、今おかげさまでこうして願った以上の人生を送ることができているんですけれども、このチャンネルをご覧いただいている方、いろんな層の方がいらっしゃると思うんですけれども、おそらく僕が引き寄せの法則や潜在意識の情報に触れ始めた頃と同じように、いいことをイメージはしているんだけれども現実はなぜか変わらないですとか、いい気分でいればいいとか、感謝すればいいとか、直感に従えばいいとかね、そういうことを聞いてそれを心がけてはいるんだけれども、現実が望んだものにならないということでつまずいていらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないかなって感じていたりします。そこで今日は、僕が引き寄せの法則を知ってから最初の丸3年ほどめちゃくちゃ集中してやっていたあることについてお話ししたいと思います。実はこの内容は僕はかなり昔から提唱している話題なんで、古くから見てくださっている方にとっては、まあ、おさらいというかいい整理になるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この概念を知らないことで引き寄せの法則や潜在意識の活用がものすごく表面的になってしまっている人って実はとっても多いんですよね。ではそれは何なのかっていうと、心の傷をケアすることです。心の傷、これがねキーワードなんですね。引き寄せの法則や潜在意識を活用して人生を大きく飛躍させたいのであれば、心の傷をケアする必要があります。まあ、心の傷をケアなんていうと、そんなのはメンタルが病んでる人だけじゃないのとかね、まあ、そんなことよりも早く現実変える方法を教えてくださいとかね言われそうですけれども、メンタル病んでなくても心の傷をケアすることが一番早く現実を変える方法です。メンタル病んでる病んでない関係ないんですね、ここは。ということで今日は、心の傷とは、そして心の傷が癒えていない人に現れる5つのサイン、最後に三輪が実践してきたこの心の傷をケアする方法についてお話ししていきたいと思います。ではまずは、心の傷とはというところですね。冒頭でも言いましたけれども、現実が変わらないのも、望んだ方向に人生が進んでいかないのも、それからもっと言うと心底いい気分でいられないのも、心底感謝できないのも、心の傷が原因です。ではこの心の傷とは何なのかというと、過去に起きた悲しい出来事で負った精神的な痛みのことです。ちょっと具体例挙げます。じゃあ働くこととかね、稼ぐことをまず例に挙げますと、こうすれば稼げるよとか、こうすれば商売繁盛するよっていうような情報自体は、もうすでにネットにもたくさん情報としてありますし、そういうことを教えてくれる本なんかももう山ほど出ているわけじゃないですか。で、そういうのを読むと、頭では何をすればいいのかはみんな理解できると思います。でもなぜか行動が伴わない、そんな経験をしたことありませんか？もう一つ例を挙げます。じゃあ恋愛を例に挙げると、男性心理なんかを勉強して、あるいは女性心理なんかも勉強して、こうすればモテるようになったり、パートナーとも円満に過ごせますよみたいなね、まあ、そういうテクニックとかノウハウもそこら中に転がっていますよね。でもそういった情報を読んで頭では理解できるのに、実践することができなかったり継続することができない、頭では分かっているのに行動が伴わないっていうことですね。こういうことってありませんか？で、正直ですね、自己啓発やスピリチュアルを学んでいるのに一向に人生の満足度が上がらない人って、ここがかなり大きいと僕は思っています。頭では何をどうすればうまくいくのか理解はできるし、もうすでに情報は持っているのに、なぜかそれとは裏腹な行動になってしまって、人生が一向に望む方向に進まないと。それでこれのどこが心の傷と結びつくのかっていうと、大いに関係します。
これは心理学の分野で研究されてきたことなんですけれども、心の傷、つまり過去に起きた悲しい出来事で負った精神的な痛みに人は支配されてしまうということが分かっています。例えばこれは僕がそうだったんですけど、お金に対してすごく怖いような印象を持っていたんですね。お金って怖いものみたいなイメージですね。なので独立して自営業を始めた時に、お金をもちろん受け取らないとビジネスとしても成り立たないのに、お金を受け取るっていうこと自体に抵抗というか恐怖感みたいなものを毎回感じてたんですね。で、そんな恐怖の対象を受け取るのはストレスなので、提供するものの値段を上げられなかったりだとか、積極的に自分のことを人に勧めるってことができなかったりするわけなんですね。ビジネス書とかそういうスクールでは商品を売るまでの手順きちんと説明してくれているし、自分も確かにそうすればうまくいくだろうなっていうイメージはできると思うんです。でも何か理由をつけて結局実行しなかったり、自分流にしてしまったりでうまくいかないまま月日が流れていたんですね。で、これを掘り下げると、僕の場合は小さい頃に親がお金のことで激しく口論する姿を見て傷ついたんです。心が傷ついたわけですね。そのことがきっかけでお金に対して嫌なイメージを持ってしまうということが大きな要因の一つでした。で、その時気づいた心の傷を癒すことでですね、癒し方自体は後で説明しますけれども、とにかく癒すことでお金とフラットに向き合えるメンタリティになれて、その結果お金や仕事に対するアプローチが自然と変わって現実がどんどん変わっていくという、そういういいサイクルに入っていくことができました。今お金のことを例に挙げましたけれども、対人関係や恋愛や家族関係についても全く同じことが言えます。なぜか周りの人と良好な関係を築けない人、なぜか恋愛に苦手意識がある人、なぜか家族関係がギクシャクする人、掘り下げてみると過去それにつながる心の傷を負ったということに必ず気づけるはずです。ではここからはチェックリストとして使っていただきたいんですけれども、心の傷が癒えていない人、癒す必要がある人に共通することを5つご紹介します。ぜひご自身に当てはまっていないか見てみてください。でまずは1つ目、何をどうすればいいか頭では理解できているのに行動が伴わない人。これ冒頭でも言いましたね。10年前の自分がまさにそうでした。どんなノウハウを学んでもものにならなかったですし、他の人はうまくいっていてそれを真似すれば自分もうまくいくってことも頭では分かっているのに、なんか行動が伴わないとかね、継続できないっていうことですね。そこにどんな心の傷が隠れているのかは人それぞれ人生経験が違うんで、一概にこれとこれとこれですねみたいなふうにはね言えないんですけれども、僕の場合は幼少期に受けていた教育の中で、たくさん気づくことがあって、いろいろこじれてしまって行動ができないやつになってしまっていたんですね。2つ目は自分の人生について自信を持てなくなるということです。こういう人は心の傷が癒えてないと思います。これはどんな言動に現れるのかっていうと、こういう仕事をしているとですね、いろんな人生相談を受けることがあるんですが、自分の人生について自信を持てない人ってすぐわかるんですね。自分の人生を決められなかったり、自分がどうしたいかじゃなくて周りと一緒を選ぼうとしたりだとか、とにかくね、そこに自分がない人なんですね。これも心の傷が見え隠れします。もしかしたら過去ですね、何か自分で思うように行動してみたら後でめちゃくちゃ怒られちゃったとかね、自分の考えを発言したら否定されたとか、そういったことがあったのかもしれません。どんなことが心の傷につながったのかっていうのは人それぞれなんですけれども、自分の人生に自信を持てないっていうのも何かしらそこに心の傷があると、ほぼこれも断言できると思います。人生相談の時も、こう自分の考えとかね、自分がどうしたいかじゃなくて、ただただどうしたらいいでしょうかとかね、これでいいんでしょうか、これで大丈夫なんでしょうかみたいな風に確認を何度も何度もするような人がこのタイプに多いと思います。自分で自分の人生の舵取りができなくなってしまっているってことですね。これは確実に心の傷だと思います。では3つ目、3つ目は過去起きた嫌な思い出を頭の中でリピート再生してしまう人です。これも心の傷が原因で波動や運気を下げてしまっていますし、脳内でリピートするその内容が普段の言動に影響しているはずです。昔あの人にひどいことを言われたとか、あの時あんなひどい仕打ちを受けたとか、あるいは自分が過去をやってしまったことをリピート再生して後悔し続けるっていう人もいますよね。これはそのリピートしている出来事自体が心の傷になっていることが多いので、一番自覚しやすいタイプかもしれません。4つ目は集中力がない人、一つのことに集中できない人です。
心の傷が癒えていない人ほど不安や恐怖、そして心配事で頭の中が埋まっちゃっている状態なんですね。普段から考え事が多かったりだとか、頭の中のおしゃべりがうるさいっていう人も同じなのかなって思います。で、なぜ一つのことに集中できないのかっていうと、心配すること、不安になること、それからもっと言うと何か危険から身を守るっていうことに多くのエネルギーを割いているからだっていうケースは結構多いです。根本的に心の傷を癒していくと、不安や心配ごとに意識を取られなくなりますので、あらゆる物事に対するパフォーマンスが上がるんですよね。というか、心の傷を癒すことで、もともと持っていた潜在能力をやっと発揮できるようになるというふうに僕は見ています。では最後、5つ目ですが、5つ目は対人関係のストレスが強い人です。これも心の傷が癒えていない一つの目安なんですね。対人関係において人と分かりやすく口論したり争うっていうのは、どこか自分の心の傷に反応して感情的になっているということが心理学的には起きているものなんですけれども、それだけじゃなくてですね、表立って誰かと喧嘩するようなことはないんだけれども、あまり健全ではない、幸せになれない人間関係に身を置き続けたりだとか、あるいは対人関係自体を避けるっていうことも含みます。まあ、他人との関係をまあ楽に不満もなく余裕を持ってね、平和にやっていけてるんであれば全然大丈夫なんですけれども、何かしら対人関係において苦手意識だったりだとか引っかかりがあるっていう方、そういう方はですね、それこそおそらく過去の人間関係において何かしら心に傷を負った過去がある人なんですね。そしてそれをまだ癒していない人である可能性が高いと思います。面白いのが、実は自分人嫌いなんですとかね、人に興味ないんですって最初言ってた人でも、ちゃんと癒していくと、自分は人を嫌いだったわけじゃなくて、本当は人とうまくやっていきたいんだけど、いろいろ過去のことが原因で変な風に捉えちゃったりだとか、警戒しすぎちゃったりだとか、とにかく変に心を閉ざしていたんだなっていうことに気づく人もすごく多いんですね。ではそんな心の傷を癒すために、僕自身が何をやってきたのかって話をします。実際僕はこの心の傷という概念と、ほぼほぼ丸々3年向き合い続けたっていう期間があります。そのうちの1年半はですね、不動産業を当時やっていて、多くを求めなければ働かなくても生活できた環境なんですね。だからできたことなんですけれども、本当にですね、一日中心の傷を癒すためのいろんなメソッドを昼夜問わずやり続けていたんですね。旅行にも行きませんし、誰かと遊びにも行かない、とにかく今は心を癒すことに集中という感じで、最初の1年半と合計3年間ですね、かなり集中してやっていました。そんな生活の中で特に有効だったものを今回は3つご紹介します。まず1つ目はタッピングです。タッピングというのは体のツボですね、経絡とも言われていますけれども、ツボを刺激しながらアファメーションしていく心理メソッドです。まだ癒せていない心の傷を癒すのであれば、これを超えるメソッドはないなと感じています。この10年ね、ずっと僕はこれを活用してきました。未だに使っています。もともとは PTSD とかパニック障害とか、そういうレベルのものも改善するメソッドなんですけれども、使い方の本質を捉えることができれば、過去のどんな心の傷も癒すことができます。僕はこのタッピングを使って、主にお金に関する心の傷を癒す方法を教えていますので、まだの方はこちらの QR コード、動画概要欄もしくは固定コメント欄にリンクを貼っておきます。これ公式 LINE なんですけれども、登録していただければ、この心の傷を癒す最強のメソッドを伝授するコンテンツが無料で配信されますので、思い当たるって方はまずこちらに登録して学ばれてみてください。2つ目の心の傷を癒す方法はインナーチャイルドワークです。インナーチャイルドっていう言葉、聞いたことない人もいるかもしれないんで簡単に説明しますと、内なる子供とも呼ばれる心の中のある意識の領域のことを言います。子供の頃に感じた感情、主に当時満たされなかった気持ちや不満のまま解決できなかった物事が原因で心に傷を作ってしまうということです。大人になってもこのインナーチャイルドの影響を受ける人が実はすごく多くてですね、感情的な反応だったりとか、もしくは行動の原動力になります。例えば子供の頃に否定的な経験をしたことで、大人になってもその経験に基づいた恐れや不安、あとは自己否定感といった感情をもとに行動してしまうということなんですね。このインナーチャイルドを癒すためのテクニックも多岐にわたるんですけれども、実はこれも僕の90日プログラムっていう有料なんですけど、そういうコンテンツがありまして、ここでもお伝えしています。
実際僕が自分自身でやってきたワークなんかもシェアしてるんですね。まさにこのやってきたことを90日プログラムではお伝えしています。ご興味あれば手に取ってみてください。最後3つ目の心の傷を癒す方法はディマティーニメソッドです。ディマティーニメソッドもね、僕10年選手ですし、資格もいろいろ取りましたし、このメソッドのおかげで僕の場合は主に父親との関係の中で作ってしまった大きな心の傷を完全に癒すことができたんですね。その経緯については角川さんから出させていただいた親子の法則という本に詳しく書いています。それからこのディマティーニメソッドも実は僕が主催しているオンラインスクールですね、今ちょうど募集中なんですけれども、目覚めの学校の中でディマティーニメソッドの講師を呼んで皆さんに毎月その教育をご提供しています。これも普通はディマティーニメソッドを受けるのってかなり高額なんですけれども、うちのスクールで開催することでそのハードルを極限まで下げています。こちらも興味あれば URL コメント欄に貼っておきますので覗いてみてください。こうやって振り返ってみると自分でも改めて気づいたんですが、心の傷を癒すメソッドが自分の有料コンテンツには必ず入っているんですね。普段いろんな観点の話を YouTube 含めてさせていただいてるんですけれども、僕が皆さんにお伝えしたいメッセージの根底にあるものっていうのはまさにこの心の傷を癒すっていうことなんですね。今日はたまたまこの10年前のことを思い返していて、心の傷を癒すことが人生を好転させる必須条件なんだよみたいな話をしているんですけれども、結局その具体的なやり方を自分のメインの教育コンテンツの中で手を変え品を変えお伝えしているわけなんですね。ぜひですね、今日の話聞いて確かに自分も心の傷が原因で人生の可能性生かせていないのかもしれないなと感じられたら、インナーチャイルドの癒しでもいいですし、タッピングでもいいですし、ディマティーニメソッドでもいいです。どれでもいいので取り組んでみてください。 YouTube の動画を見ているだけでは心の傷は癒されません。動画を見るだけであり方が変わるってことはまずないんですね。どんなに質の高い話を聞いても実際に自分の心の状態が変わらないと人生も現実も変わらないっていうのはそういうことなんですね。ということで今日は皆さんが引き寄せの法則や潜在意識をフル活用して人生の可能性を 100% いや 150% 生きるためにやるべきこと、心の傷を癒すということについてお話しさせていただきました。今日の動画が良かった、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチアリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。